皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰武明です。1ヶ月チャレンジ27日目になります。はい、昨日はですね、太ももの前の筋肉をストレッチするワークをですね、皆さんと一緒にやっていきましたけれども、今日は同じようにですね、マット上でできるヒップアップエクササイズをやろうと思います。この運動自体はですね、皆さんやったことある方ね、非常に多いと思うんですけれども、一つ一つ大事なエッセンスが詰まっていますので、その辺を少し解説をしていきながら、楽しく運動していければと思います。それでは今日も行ってみましょう。それではですね、まず仰向けになりましょう。そして膝を立てていただいて、この状態でお尻を上げていく運動を行っていくんですけれども、ここに大事なエッセンスがいくつかね詰まっておりますので、まずは解説をしていきたいと思います。この膝を立てたポジションで少し骨盤を前にグーッと倒すようにして、ちょっとね腰を反るようにしていただくと、ここにスペースが生まれるのがわかると思います。あえてわかりやすくするためにちょっと反り腰の状態を作ってみてください。そしてここからおへそを下にぐーっと押し込んでいくように骨盤を後ろに倒して、このスペースを埋めてみましょう。で、よりおへそを下に押し込んでいくことで腹筋に力が入るのがわかるかなと思います。そしてこの腹筋が入っている状態を力を抜かずに、そのまま骨盤から腰椎、胸椎、そして背中の方までがしっかりと浮く状態を順々に作っていってください。そして上げた後はですね、お尻をキュッと締めてもらうことで、よりね安定感が増していくと思います。そして下ろしていくときは胸の方から順番に下ろしていくようにしてください。背骨を一つ一つ動かしていきながらゆっくりと下ろして、最後に骨盤がまた前傾することで、ここにスペースが生まれるような形ですね。このまま一枚の板のようにパッパッて上げ下げするのではなくて、背骨一つ一つを上げたり下ろしたりしていくようにしてみてください。それではまずこれをですね、丁寧に10回やっていこうと思います。まずは骨盤を少し前に倒して、腰のスペースを浮かせた状態でステップアップです。では1回目、おへそ下に押し込んで、骨盤を後ろに倒しながらゆっくりゆっくりと腰骨、胸骨と上げていっていただき、しっかりと高い位置にお尻を引き上げましょう。そしてお尻をキュッと締めて、下ろすときは上から順番に背骨を一つ一つ動かしていきながら、床面に徐々に上からつけていってください。最後に骨盤が少し上に向いて、このスペースが生まれるイメージ。2回目、おへそをぐーっと下に押し付けて、腹筋を入れたままぐーっと高い位置までお尻の位置を上げていきましょう。できるだけ背中の、ね、浮かせられるところまで浮かせてみて、上から順番に下ろしていきましょう。上から順番に下ろして、まだ腹筋が入っている状態です。腰骨がついて、骨盤がついたら少し骨盤を前傾させて、ここのスペースを作ります。3回目、腰の後ろのスペースを埋めるようにぐーっと力を入れて、お尻から順番に腰、胸、浮かせられる方は背中までしっかりと浮かせましょう。上から順番に下ろしていきます。ゆっくりゆっくり丁寧に下ろしていきます。ここのスペース、腰のスペースを作ってから4回目、ぐーっとまずは押し込んでいき、お尻から順番に持ち上げていきましょう。できるだけお尻の位置が高く上げられるように意識をしてみてください。ゆっくりと下ろしていきましょう。順番に板にならないように、上から順番に背骨一枚一枚をしっかりとつけていきましょう。5回目としっかりと引き上げましょう。上げられるところまで上げ、上から順番に下ろしていきましょう。行きましょう。おへそ下に押し込んで、腰のスペース埋めてから、ゆっくりとお尻、腰、背中と浮かせていきましょう。できるだけ高い位置まで引き上げて、ゆっくりと上から順番に下ろしていきましょう。最後に骨盤を立てて、腰の下スペースを作ります。
では持ち上げていきましょう。7回目最高を引き上げますよ。では上から順に下ろしていきましょう。肩が丸まってしまわないようにしっかりと面と面を見つけておくようにしてください。8回目いきます。8、しっかりとヒップの位置、背中まで上げられる方は上げてみてください。ゆっくりと下ろしていきましょう。9回目いきましょう。9、上まで行ったら背骨の上から順番に下ろしていき、胸椎がつき、腰椎が丸まるようにつき、最後骨盤がついたら腰骨をちょっと浮かせます。ラスト1回いきましょう。しっかりと背中の丸み作ってからお尻、腰、背中を浮かせて、できるだけハイヒップの腰を高い位置に作ってください。さあゆっくりと下ろしていきましょう。はい、結構です。では軽くお膝を左右にパタパタと倒していただいて、今使った、ね、体を少しほぐしてみてください。さらにもう一つエッセンスを加えていこうと思います。このままお尻を今と同様に上げていただいて、高いポジションを保っていただいたら、その状態で手で床面支えても結構です。骨盤の位置が左右にぶれないように足踏みをしてみましょう。ゆっくり10回、そして素早く10回、計20回やっていこうと思います。それでは皆さん、まずは膝を立てた仰向けの状態でセットアップです。腰の下が少し浮いている状態から、おへそ下にぐーっと押し込んでスペースを埋めて、できるだけヒップの位置高く上げてください。手で少し床面を支えても結構です。こういう形でも後ろで組んでいただいても結構です。では少しですね、この状態からゆっくりと足踏みをしていこうと思います。右足からいきましょう。せーの、1、2、3、4。この時骨盤が下がらないように、6、7、8、9、ラスト10。一度背中を丸めてお尻をつけていきましょう。もう一度上げていきます。今度は素早く10回いってみましょう。ではお尻が上がったところでセットアップします。ではいきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、結構です。ゆっくりと背中を丸めていきながらお尻をつけてください。では膝を左右にパタパタと倒していただいて、少し体がほぐれてきたなと思ったら、横向きを経由して頭が最後になるように体を起こしてきてください。皆さんいかがだったでしょうか。今までね、お尻をこうやって上げるようなワークっていうのはやったことある方多いと思うんですけれども、しっかりと背骨一つ一つを丁寧にね動かしていくことで、よりファンクショナルに機能的に背骨が使えるようになっていきますので、腰痛の予防だったりとか運動能力の向上にももちろんつながっていきます。そして背中周り、お尻周りをしっかりとキュッと締めていくことで、スタイル改善だったりとか姿勢改善にもつながっていく大事なエッセンスの詰まったねワークになりますので、寝る前にね、ちょっと仰向けになったタイミングでお尻をちょっと持ち上げてみようかな、そんな使い方でもいいと思いますので、ぜひこの運動も続けてみていただければと思います。明日はですね、またマット上で仰向けでできるワークをやっていこうと思いますので、ぜひ皆さん明日も楽しみにしていてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。